こんにちは。あえてこんにちは。こんにちは。こんにちは。なんか意外と、そう、三つ編みしました。今日一つ結びだったんですけど、7号号で言うの知った。ショールーム始まるよっていうの忘れてた。ショールームあります。できた。レッスン着のまま、そうです、レッスン着のまま。かわいいやつ、かわいいやつ。なんかレッスン着ってさ、かわいくないと、かわいい方がやる気が出るタイプ。かおりちゃん呼んだだけ、呼んだだけかーい。そう、モチベーション上がる、わかる。スヌーピーいない、そう、今日はいないんです。今日は場所変えてみた。なんかどの場所が一番映りいいのかなっていろいろいるんだけど、よくわかんない。お気に入りのレッスン着ある？お気に入りのレッスン着はね、あるあるある、あって、そればっかり着たいんだけど、でも毎回それ着てると恥ずかしいからいつもは着ないけど、お気に入りのはあります。最近暑いね。こんばんは。レッスン着の、レッスンの時よくする髪は、なんだろう、ツインテールとかかな。今日はボサボサすぎてちょっと収集つかなくなったので、この三つ編みして、待って、座布団欲しい。よいしょ、ここに座布団しこうっと。足が痛くなっちゃった。どこでしょう。そう、三つ編み。やっぱりなんか暗いね。マジか。レッスン場はたまにカメラ入るから、確かにカメラ入るから、かわいいやつ。オッケー。明日の髪型決まった？決めてない。りんちゃんは化粧して振り入れしてステージを意識するらしいよ。すごーい。あ、それなんかで見たかも。てか、なんか私もなんかレッスンとかって、なんか自主練とかレッスンって、なんだろう、レッスンとか自主練って、なんだっけ、いつもはすっぴんとかでいいと思ってたけど、ある子が、名前言っていいか分かんないから一応言わないでおくけど、ある子がいくら自主練だとしても、なんかメイクをした方が、なんかスタッフさんとかも見てるから、ちょっとでも可愛い方がいいから、全然メイクしてもいいと思うよって言ってて、確かにって思って。だからちょっと、まあちょっと面倒くないときはメイクとかしてレッスン行ったりとかしてます。確かにそこまで考えてなかった。
そう、汗かいちゃうけどね、なるほどって思った。ポニーテールか、何しよっかな。ポニーテール、タルルルル、君が走る僕が走る砂の上。今からホットケーキ焼きません。ジタバタしながら、かおりちゃん出る公演なかなか当選しない。およ、出てください、当たりましょう。高い位置のツインテール、確かに好き、それ好きなんだけど、私の長さってどうなんだろうって思って、結構短いからさ、なんか一回大磯だっけな、大磯ビーチかななんかでツインテールしたんですよ、このめっちゃ高い、それ結構お気に入りなんですけどね、あの時は髪長かったけさ、長かったから今結構短いんですよ、伸ばしてるんですよ髪の毛、伸ばしてるんだけどね伸びないんです。わかめ食べなきゃ。お団子やったことない、なんか公園でお団子するの怖いんですよね、なんか取れそうで怖い。ハーフツインやりたい、最近ハーフツインやってないからやってもいいかもね。なんかフォー公園一時期ハーフツインしかしてなくて、お気に入りやから、でももうでもそろそろ最近してないからね、ハーフツインもいいな。出身どこ？岡山県です、岡山県の出身です。遠征できない君たちへ、チーム4を見てた、おーいいですね。見逃した君たちへだったら見たことある、見逃した君たちへだったら見たことある。木本さん今日誕生日だって、おめでとうございます。じゃあお祝いしよう、よいしょ。どれがいいかな、メモ帳だ、いっぱい入ってる、メモ帳バッグ、マイメロディーにしようかな。今日は6月の10、じゃあ20日、ハッピーバースデー、元さん、お誕生日おめでとうございます、おめでとう、ハッピーハッピーバースデー、おめでとうございます。じゃん、三つ編み可愛い、ありがとう。でもショールーム開始のね3分前くらいにバーって三つ編みした、今日一つ結びしてたんですよ。キャンディーひとつら、リブクアワのブルーレイ届いた、お、いいな、見たい、私も
抱きつこうかと14位と7位見てください。抱きつこうかとなんだっけ、それでも彼女は見てください。キャンディキャンディ、歯が痛すぎるのなんとかして。チチンプイプイ、タカドンさんの歯の痛みなくなれ、えい。人生においてショートカットにしたことある？ありますよ。中学校とか中学生とか、キャンディのユニットしてみたい、したことあります。そうあります。中学校とか、あと保育園の一時期とか短かった。そう、最終日に2曲で、あ、待って、最終日じゃない、ね、何日だかわからないんですけど、快速と動体視力にも出てます。快速はたまらない。歯が痛いのはね、大変だ。虫歯ですか、それとも親知らずですか。ハロウィンは仮装する？で、仮装しないタイプの人間なんですよ。するタイプの人としないタイプがいるんで、こっちなんですよね。そう、やっぱ16期だな。ね、嬉しいだな。16できなかった。16そうね。でも彼女はキャンディーキャンディーってアニメ知ってる？知らない。キャンディー一つ、はあ、この間公演見て爆裂しまった。嬉しい。爆裂さとみなとどんな話する？さとみな、今日さとみなに会った。さとみなって呼んでないけど、みなみちゃんとかみなみたんって呼んでるけど、今日会いました。すごく可愛くて、どんな話するだ。でも結構くだらない話するかも。うん、あー、みなみちゃん久しぶりみたいな。可愛いんですよ。もうみなみちゃんの話は永遠に聞いていられますね。そう、すごい久々に会った。あとさきちゃんとまいちゃんに会えたら完璧なんだよ。そう、最近会ってない。16期、さきちゃんとまいちゃんに最近会ってないかな。あとは割と会ったかな。うん、誰と会ってないんだろう、本当に。でもそこかな。みなみちゃんと聞くとタッチを思い出す。あ、知ってる。タッチなまる？なまってないよ多分。姫こんばんは。王子こんばんは。それペン？うん、もうペンだよこれ。これで書いたんだよ、お誕生日おめでとうって。え、みんな本物だと思いました？これ本物じゃないですよ、ペンですよ。ボールペンです。わあ、騙しちゃった。かまぼこかと思った。かまぼこ？初めて来た。ありがとうございます。そう、ペンです。ペンです。たまに細貝さん入る？入ってないよ。入ってないよ。いつぞやの花見で買った飴食べた？まだ食べてないです。キティちゃんのでしょ、あそこに飾ってる。食べられない、かわいすぎて。今日公園でさややちゃんさんが香里ちゃんの話してて面白かった。ありがとう。
面白かった？嬉しい。ギャグ言って、ギャグ言って、待って、ギャグさ、とっさに思いつく。とっさに思いつくんだよ。オンデマ見たい。見るぞ。今日はサムネイル公演。結構今日は何公演かわかる。はい、ショートコントポップな眼科。それでは視力検査をします。じゃあこれで、キャンディール、左上、原宿の眼科あーしゃ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 、それ虎徹の笑い方、虎徹の笑い方じゃん。浦安鉄筋家族、ラモーラモー。なんか浦金アニメとかあんま見、アニメもやってたみたいだけど、アニメは見たことないんですよ。でもなんか勝手に花丸樹くんの声予想できる、ラモーって感じだと思うんだ。面白い、意外と受けて嬉しい。ショートコント、ショートすぎるコント、ちょっと地震怖かった。大丈夫でしたか？怖かったよね。怖いよね、地震って。サイラさんとのプリクラ貼った。てかプリクラさ、もったいなくて貼れないんだよね。でも一個だけ貼ったよ、ノートに。ベタな右の壁、いつでも君がいる、見つけな恋人が優しく微笑む、言葉がなくたって元気をくれるんだ、心の太陽を。 YouTube のショートカメラ見て、ありがとう。あ、そうなんです、ありがとうございます。コロナでしょ、ロベバー YouTube の視力検査じゃない、 YouTube のなんだっけ、YouTube のやつに載ってます。見てください。中らへん、エイトさんが表紙のやつです。表紙っていうか、わかんない、サムネイルみたいになってるやつ。愛となんて好きになると思わなかった、僕の気持ちは予想外。 Love you。 遠距離ポスター、近くにいるのに君は切ないほど手が届かない。遠距離恋愛しているみたいになかなか会えないけど、誰よりそばにいる時には失敗してちょっぴりへこんでも、ぼんやり眺めると、会社のロッカーに香里ちゃんの生写真飾って仕事頑張って。ほんと？すっごい嬉しい。あー嬉しいな、夢みたいぼんやり眺めると目と目が合うんだ、どこかで君も今頑張っているのだろう、僕だけ弱音なんか言えなくなる、違う世界生きてるけど夢に向かう同じ道を走って。かおりちゃん大好き、ありがとう、嬉しい。ムトゥーさんおりんちゃんみたい。オンリーワンオンリーワン、おりんはあなたのオンリーワン、武藤おりんです。お初かわいい、嬉しい。お初ですか、嬉しい。
いやいいよね、いい歌詞ですね。遠距離ポスター大好き。声かわいい、ありがとうございます。嬉しすぎます。おりんちゃん面白いね。面白い、おりんちゃん。なりすまし、かおりんですほぼ私の要素。いやそんなことないよね。かやったの。福島県にも来てほしいな。行きたいです。福島県って行ったことないんですよ意外と。そう、東北地方にはあんまり行ったことない。もともと岡山県出身なので、東京より先にあんまり行ったことなくて、東京すら来たことなくて、あんまり。元気がない時に聞く曲は、私は私なんだよねとか、あと火山灰とか。元気がない時に聞く曲なんだろう。なんか元気がない時は元気な曲を聴いて元気を出すっていうよりも、暗い曲を聴いてもう一気に悲しむ方が好きですわかる？とことん落ちたいんですよ。落ちたいっていうか、とことん落ちた方が、落ちてで次の日になったら忘れてるっていう。私は私すごいいい曲ですよね。おいしいもの食べに東北おいで、行きたい。東北地方行きたい。九州そうかも、そんな行ったことないんだけど。明日面接がエールくやで、まさとしさん面接頑張ってください。きっとうまくいきますよ。頑張ってね、応援してるよ。晴れの国岡山、そう、晴れの国岡山ね。火山灰っていい曲だよね。すずはちゃんに教えてもらって聞いてみたらめっちゃいい曲だった。あと何の曲かな。きびだんごよく食べる。あんまり食べないかな。あ、でも好きだよきびだんご。初見ですが童顔です。ありがとうございます火山灰めっちゃいい曲なんです。なんか母が岡山出身。おー嬉しい。お夜食何食べ、夜食食べない。きびだんご普通に売ってる、売ってる売ってる、めっちゃ売ってる、めっちゃ美味しいよ。食べてほしいです。お腰につけたきびだんご一つ私にください、くださいな。あげましょう、あげましょう。桃太郎さん、桃太郎さん、お腰につけたきびだんご一つ私にくださいな。無理ですよ、無理ですよケチ太郎なんかきなこ味とか普通の味とかいろんな味があるので、みんなに食べてほしいです。猿犬キジ、香里ちゃんどのタイプ。猿、どうでだろう。犬、犬、なぜなら犬が好きだから。ワンワンワワン、ワンワンワワン、犬のおまわりさん。ラララ虹が虹が、君の君の気分も
ワンちゃん飼いたい。ポン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 。でもなんか現実的に考えると犬飼えないんですよね。こんばんは。今晩の香里ちゃんお肌すべすべありがとう。今なら飼える。どうなんだろう、このてかもうさ一人だから飼えない。だってさどっか行く時とか置いとけないし、しかもてかまず家が犬飼っていいのかわからない。多分飼っちゃダメな気がする。しかもさ予防注射代とかさ餌代とか考えると結構お金かかっちゃうし、そうなったら犬カフェ行く方がいいかも。なんか忙しい時とか散歩行けないかもしれないし、家族とかいれば家族が行ってくれるけど。猫なら飼える。猫飼ったら私は終わる。超猫アレルギーなんですよ。結構激しくて顔がパンパンに腫れて喉がやばくなって本当にやばいんですよ。飼えない。野良猫の保護活動してたら、すごい。私野良猫保護したことあるの。野良猫っていうか子猫ちゃんがドブの中にいて一人泣いてて、でこうやってヨチヨチしててキラちゃんって名付けました。それを触ったから猫アレルギーになったんですよ。それまでは多分何ともなくて、そのキラちゃんを触ってからすごい激しくなっちゃって無理になっちゃった。犬種は何が好き？犬種はバーニーズマウンテンドッグとセントバーナードが好きです。そうなんか猫あれ、そう車の免許取る予定ある。もう持ってます。持ってるよ。そうまさか猫アレルギーになるんだったら触らんかったんだけど、なんか可愛くてめっちゃじゃ超可愛くて触っちゃった。それはお兄ちゃんの友達の人が飼ってくれました。しかもマニュアルですよ。そうなんです、ガチャガチャ。煽り運転はしないでね。できないできない、普通でもできない。ドライブするしないですね。なんかとりあえず免許取っとかなきゃと思って取ったんですよ。そうマニュアル乗らないけど、マニュアルで取ったどうせならって思って、せっかくだったらさなんかどっちもできた方が楽じゃないですか。後から取るのめんどくさいし。マニュアル難しそう。でもそんな変わんないと思いますよ。そうでもそしたらじいちゃんの軽トラとかを、じいちゃんの軽トラを運転できて楽しいのでマニュアルはおすすめです。乗らないけど。そうギアチェンジ楽しいです。ガチャガチャ。オートマの軽トラもある。うお強いですね。
ハンクラ得意だよ多分。ハンクラボーンエンスト孤独なランナー軽トラバージョン、あ、軽トラってマニュアルバージョン、エンストップ止まっちゃいけない、今日エンストした、あらまあ、坂道発進は得意？できる、できる、なんか全部できるよ、だって試験とかであったじゃないですか、これ一応全部できるよ、縦列駐車とかもうできないけどね、その時はできた、懐かしいな、バイクは乗らない、乗らないな、免許返納しないの、え、しない、まだしないよ、今したらちょっと取った意味がないですね、かおりちゃんにクラクラ嬉しい、私の心で演奏してとか言ってきまーい運転したら性格変わる？変わんない、めっちゃビビりだからね、超怖いの、フェラーリ買おう、演出させてください、してくださいもはや前に進めません車何色に、車欲しいと思ったことがないんですよ私、そうお母さんとかお父さんとかお兄ちゃんとかはよく車欲しいなってずっと言ってたけど、私は車欲しいと思ったことない、とりあえず撮っただけだからね、ぬさもとりあえず、AKB のメールマメにするタイプ？結構マメだと思います、わかんない、みんながみんなのがわかんないけど、マメかどうなんですかね、マメかな、マメだと結構メールは結構大切にしてますよ、一番モメリナニシキカミのマニ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 、ゼロ系ドライブ行きたいね、でも運転はしたくない、命は預かれない、そう免許証ね、今回の写真めっちゃいい感じに盛れたんですよ、そうなんか最初に初めて免許証取った時は高3だったから本当にまだ AKB に入ってなくて写真とか慣れてなくてめっちゃブサイクだったんですよ、もうなんかもう睨みつけるような顔をしてて緊張で、でも次の講師はもう AKB に入ってちょっとしてたから、なんかちょっとってかもう最近したからさ、なんかさあれなんですよ、なんだっけ、なんかカメラにちょっとだけ慣れてないけどちょっとだけは慣れたからちょっとだけマシになったんですよ写真が、だから嬉しいですあとね、なんかステファイさんのステファイ公園さんでいただいた年パスをね、のねパスポートに顔が載るんだけど、その顔写真もメイクさんにメイクしてもらった日に行ったんですよ、今だって思って、そしたら超漏れたんです、でもハーフツインしてたんですよその時が、ハーフツインの年パスでちょっと恥ずかしいんですけどね、今だって思って行ったやだ恥ずかしい、お酒飲む、全く飲みません全然飲みません、
タンタタタタンタ。そういえば俺今年免許更新やった。頑張ってね、更新の講習頑張ってね。講習あるっけ。あるよね。パスポートは漏れてないです。パスポート公認時に取ったんで制服で取ったんですけど、超ブサイクなんですよ。見せられない。あれはもうこうブサイクなんですよ、パスポートの顔。メールでお願いし、絶対やだやだやだ。卒アルの写真漏れない。確かに卒アルって漏れないですよね。小学校はまあ子供だからそんなに変わらないじゃないですか、変とか変じゃないとか。それで中学がやばくて、高校はまあ普通って感じ。制服みたい、可愛くないですよ。卒アルの写真メールに絶対載せない、載せない。孤独ならんなよ。タタタタン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 タタンタンタ。やばい、レッツゴーやりたい。懐かしいこの傘。タタタタタンタンタン。超難しかった。幼少期の写真を送るよ。全然だって可愛いもん、昔の方が。ちっちゃい子は何でも可愛いんですよ。私の全盛期2歳だから。わがままの小芝居みたい、やりたい。わがままのセリフ考えるのね、好きだった。なんかたまにどうしよう、もう今日思いつかないって、やばいって時もあったけど、楽しかったんですよね、わがままの流れ星。いや、もう一回やりたいな。なんかもうちょっと今だったら可愛くできるかな、踊りとか。どうなんだろう、進化したいですけど、やりたいな。わがままな流れ星、もうタイムってる間に。やりたいよ。あやねちゃんと仲いい。あやねさんはあの同じ服を結構2着ぐらい同じ服持ってるんですよ。前あやねさんがなんかワンピース着てて、それ持ってますよって言って、だいぶそれが冬くらいで、で最近もうねこれ持ってるって言ってて、そう、服の趣味が合うと思います。そう、後ろのクマにカチューシャついた。え、見えてる？やば。あ、見えてるじゃん。ちょっと待って。キャラクター映っちゃダメですよね。おお、やばいやばい。結構映るんだ。ちょっとどうしたらいい？やばい、めっちゃ見える。ちょっと待ってし、これをやらかした。待って、キャラクターって見えたらよくないんだよ。ちょっと。ちょっとごめんね、みんな。ちょっと降りてくれ。これでオッケー？これで何も見えない？見えない？やば。やば。オッケー。すいません。いつから映ってたんだろう。あ、なんかアピーチとかはいいんです。あの、
そう、スヌーピー、いてててて、足がしびれた、足がしびれた、痛いよ。申し訳ない、気をつけます。以後もう42分早いね。50分にランキングするね。そう、あのディズニー系が良くないのかな。足しびれた、カフィちゃん自体がキャラクター全然じゃーん、しゃーん、俺も香里ちゃんにしびれた。山田くん、ケンさんに座布団1枚持ってきて。はーい。43分。山田くん来なかったね。山田くん、座布団。あ、ねねね、はい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 。笑点、笑点夜バージョン。笑点夜、ショートコント、笑点の夜バージョン。はあ、山田くん、お布団持ってきて。はーい。パシリじゃなって言っちゃったんだけど、最近方言が出ちゃうみたい。さっきも言われたけど、気を抜くと方言が出る。山田くん、リモコン持ってきてとか言って。山田くん、パン買ってきて。あ、歌うたおう、そろそろ。そうだ、前歌途中でやめちゃったんだよね。ちょっと待っててください。10分にランキングをするので、今からお歌を歌いたいと思います。レッツシンキング、シンギング、あ、待って、これあくびじゃないの。これはね、あくびじゃないんだよ。つまり、そのなんだ。ね、これはから何歌おうかな。くしゃみ、この前さ、あなたが言ってくれたからでお礼してたんですけど、途中で終わっちゃったから、それ行くか、それとも別行くか、どうしようか。やば、急がなきゃ、50分にはランキングを始めないと。記憶のジレンマ？あ、会いたい、会えないな。ね、それやったことある。声かわいい、ありがとう。じゃあこのリベンジしますか。あなたが言ってくれたからをイベントのお礼で歌ってたんですけど、ちょっと途中で終わっちゃったので、イベントじゃないわ、間違えた、あなたがイベントって打っちゃった、タップや。
なので。あの日の歌が流れ、あれ？時計が巻き戻されて、涙が止まらなくなった。記憶の宝物、何もわからないまま夢も見てた私に、優しく見守るホームタウン。2年の時が流れ、しばらく会えなかったね。それでも忘れてなかった心のあの日なた、みんなさよならだった。誰のせいでもなくて、ただ違う道を行く。夢は逃げたりしない、諦めなければ、よっしゃ歌えた。間違えずに歌えたぞ。多分 Maybe。どんなになれたでしょうか。あの頃の私よ。すぎて
しく見守るホームタウン、ダンちゃん、ああ大きな支えはホームタウン、ちゃ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 んちゃちゃんちゃんちゃん、ちゃちゃちゃん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 、ちゃんこ鍋。やばい、時間があとちょっとしかないので、ちょっとここでパチッと切れますね。ありがとうございます。あのイベント本当にありがとうございました。ということでですね、今から急いでランキング発表をしていきたいと思います。ちゃんこ鍋って食べたことないな。あ、あるわ。あれ、日体感謝祭で食べたのってあれちゃんこ鍋だっけ。あ、食べてないわ。私が食べたのは小籠包だ。必殺技小籠包ってありそうですよね。なんか、あ、これ面白い、ギャグ考えた。はい、え、何々くん少林寺拳法を習ってたの、すごい。え、香織ちゃんは何を習ってたの。私は小籠包なんつって。じゃあ急いでランキングしますね。ちょっと待って、急がなきゃじゃん。私急いでいきます。第13位はトロさん、ありがとうございます。第12位は三毛猫あったまけたんぽさん、ありがとうございます。第11位はガッチさん、ありがとうございます。第10位はひーちゃん、ありがとうございます。第9位はクリームアンピーさん、ありがとうございます。第8位はこういちあとマークまるがどめさん、ありがとうございます。第7位はときたぴさん、ありがとうございます。第6位はくやたかさん、ありがとうございます。第5位はゆうまさん、ありがとうございます。第4位ははなちゃんさん、ありがとうございます。第3位はしのぶなちさん、ありがとうございます。第2位は新旧愛知さん、ありがとうございます。第1位はこまねこマニアのりさん、ありがとうございます。次はギフトくださった方の名前を呼んでいきます。ひかりちゃん、ぴーちゃんさん、はなちゃんさん、じゅんわっとまーこわれちゃんが毎日の癒しですさん、こういちあとまーこまるがおどうめさん、しのぶなうちさん、クリームアンピーさん、たかとしさん、しんきおやじさん、がっちさん、ゆうまさん、くろだいさん、しょどうまんてあとまーことうちゃんさん、えじまあとまーこハッピーセットさん、よしあとまーこわれちゃんのことが好きだからさん、あらひとさん、じゅんわっとまーこわれちゃんが毎日の癒しですさん、ちきかおりちゃんさん、のぶたあとまーとかあばたこえてみたさん、バンシューのてんてんさん、竹のハッシュタグさん、カツンアットマークランハミさん、クリームアンピーさん、ヒーちゃんさん、オノピーさん、水泳塩坊主フラマーサヒカワイン北海道さん、人生リーちゃんさん、コウイチアットマーク丸顔同盟さん、立花先生は普段の行いが悪いから方向へまた外れましたさん、クワタカさん、ニタマサさん、オノピーさん、アツさん、ハナちゃんさん、クリームアンピーさん、マサポンさん、ネルちゃん、自主練お疲れ様、カオリちゃん、タンオシさん、トキタピさん、コウイチアットマーク丸顔同盟さん、ヨシアットマーク香織ちゃんのことが好きだからさん、ヤマホー3号さん、コイコイさん、コマネコマニアのじいさん、キラキラ落ちる場面を鈴葉超絶王将アレンジアットマークズンジャンズさん、翼はなんちゃらさん、ハギーアットマークエゾの厄介さん、クロダイさん、チキ香織ちゃん推しさん、オッキーさん、シツイチさん、ホワイトさん、イソスケさん、ガッチさん、アズマンさん、人生じいちゃんさん、ギフトをくれてありがとうございます。あ、ちょっと待ってね、皆さんギフトありがとうございます。嬉しいです。やばい、ねえ、私大変なことに気づいたんだけどさ、755最後の挨拶するの忘れてた。やばい、ちょっと待って、755の最後の挨拶するの忘れてた。2回言ったね、今下間に合わんか